The Foreseen Arcade. Active.人々の会話の中から、まあ、いろんな発見があると思うんですよ。例えばですね、ある女の子と付き合った時に、この前友達が、まあ、コーヒーについて、私コーヒーに砂糖やミルクを入れる男って大嫌いっていう感じのことを言っていたというふうに言ってたよーということを聞いて、違う女の子に言った時に、その女の子に自分がコーヒーに砂糖やミルク入れた時に思いっきり嫌われたりして、あ、彼女と彼女は友達なんだ、まあ、結構そういうふうな発見ですかね。些細なことなんですけども、まあ、人々の会話から、あ、ある人はある人の兄弟だったんだとか、ある人はある人の友達だったんだとか、そういうまあ細かい部分がちょろっと発見できればいいかなという、そういったコンセプトのまあシナリオワークを行っております。開発当初から高速なシステムを作ろうと、で目指すのは高速恋愛シミュレーションとかわけわかんないと言って開発してるんですけど、現段階では結構それなんか実現しそうな感じでですね、今までこの労働待ちとかそういうところがあったんですが、それがだいぶ解消されてですね、どん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 先読みシステムみたいなのを作っちゃってですね、どん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 絵が変わるんですよ。だからゲームやっててですね、そんなに労働してるような感覚がないんじゃないかなという感じで今作ってますね。まあ綺麗にですね、ドットで打ってデータを出しているよりは全然綺麗にですね出てます。解像度もちょっと高いようにしてますし、あとですね、特殊構図っていうかイベントの絵ですね、あれがですねめちゃくちゃ綺麗なんですよ。本当にこれは綺麗ですね。本当にシステム最初設定した時と綺麗に出るたびに作り直したんですよね。プログラマーさんも苦労したしデザイナーさんも苦労したと。
でですね、その絵もまたたくさんあるんですよね。なんか人数多いし、絵も多いし、それでですね、それ綺麗にやってクオリティを保たなきゃいけないじゃないですか。そう、保つために大変なんですよね。キャラクター女の子はですね、まあ雑誌出てるのは多分8人ぐらいだと思うんですけども、まあ結構多彩にまだ隠されたキャラクターもいます。まあ、今回はちょっと人数はまだいっちゃうと面白くないので、まあ、バリエーション豊かですねと。ゲームをプレイされた人に、あ、こういうタイプのゲームってあるんだっていうですね、もうすごい新しい新鮮な感覚を持っていただけるように、仕上げてますし、またその自信もあります。ぜひご期待ください。本船はただいまドルファン港に到着いたしました。下船の際には係員の指示に従い速やかにお願いいたします。やっとドルファンに着いたね。ね、10年来の相棒に対して誰ではないんじゃない？いや、話してください。あれ、女の子がチンピラに絡まれてるみたいね。めんめん、何見てんだよ。文句あるのか、そのツラーよ。トヨジンの兄ちゃんや、すぎると痛い目に遭うぜ。こんな風にな。てめえ、いつか殺してやれ。次会う時は看護しとけよ。ありがとうございました。改めてお礼に伺いたいので、せめてお名前だけでも教えていただけますか？あ、すいません。私、ソフィア・ロベリンゲと申します。素敵なお名前ですね。いずれ改めてお礼に伺います。助けていただいて本当にありがとうございました。では、急いでいますのでこれで。いいね、女の子なんか助けちゃってさ。よっ、色男。さてっと、明日から養成所通いだよ。なまった体を鍛え直さなきゃ。それにこの国じゃ傭兵だって聖騎士になれるぐらい出世の道が開かれてるんだから、頑張って手柄を立てなくっちゃね。それじゃ1週間のスケジュールを決めようよ。明日からどうするの？あんた、この子につきまとって何しようってんだ。ん？何してるのかな。あんた、舐めたことぶっこいてるね。もう、あんたなんか知らないもんね。じゃあ、行きましょう。運動不足ですかね。足が棒になっちゃいました。ここから見える街の中で落ち込んだりいろいろしましたけど、あなたとこうやっていられると私また頑張れそうです。あなたに会えてよかった。今日はすごく楽しかった。また誘ってくださいね。もう真っ暗。時間が経つのは早いですね。おやすみなさい。
マジックの用事です。エビスリンクの開発を担当しています。エビスリンク 3D は宇宙を舞台とした SF 戦略シミュレーションゲームです。緻密な科学設定をもとに銀河標準暦という時間軸に沿った壮大な SF 世界を舞台、連邦軍と帝国軍が銀河の覇権を争うストーリーです。プレイヤーは連邦軍メビウスリンク艦隊を操り、艦隊の編成、配置、出撃などを行います。広大な宇宙空間で対峙する帝国艦隊を戦略を生かして撃破します。ゲームの最大の特徴はこの 3D 空間です。宇宙空間を水平方向にスライスし、それを重ね合わせるという新しい表現方法を用いています。シンプルな操作でありながら、
リアルな 3D 空間を実現した本格派の戦略シミュレーションゲームです。お楽しみに。Began to live silently within our bodies. It seems that the parasites have only to live among us. Or do they?
you
それぞれがこだわりたいものを作ったっていう、そういう感じで、あのダンジョンの、あの遊びならダンジョンの遊びと、あと町で、あの遊ぶなら町での人間の遊びとか、なんかまあその本当細々とした仕様みたいなところで、なんか普通だったらただそこにあるだけのものなんかがあの持てたりするとか、すごい細かいどうでもいい関係ないようなところにこだわって作ってるっていう、そういうところがやっぱりあの思い出が深くて見てほしいというか、そういう感じですね。このゲームですごい苦労したなっていうのはやっぱりどうかな、メモリー入るか入らないかっていうところですごい苦労しましたけど、みんなに削ってもらってサイズをプログラムのサイズを削ってもらって、なんとか入った時には、まあ、よかったっていう感じになりますけど、ね、結構全部思い入れがあるコンサートなんですけど、なんでしょう、マスコットモンスターの9の時に行ってますけど、あれは僕一人の力できたんじゃなくて、和田さんにいろいろアドバイスを受けながら、あのモンスターだけはって言いましたけど、結構なんか難しいデザインなんで、描くのが大体辛いんですけど、すごい自由にやらせてもらって、結構伸び伸びできてよかったなと思ってます。まあ、シナリオもやったんですけど、あんまり説明的というよりは、音声入れた時に歌みたいな音の流れがいいようにっていうのを一番気をつけて、その辺がうまく出てればいいな。プロの開発者がそのこだわってこういうのが作ってみたいとか遊んでみたいとか、こうそういうふうに思ったものがこういっぱい詰まってて、それがきっとあの一回プレイしてもらうと、あこのことが言いたいんだなっていうか、あこういうことだったんだなっていうのがきっと分かってもらえると思うんで、あの一回プレイしてみてください。
Thank you.